秘密の一つ二つくらいあるよね。人だもんね、そんなに強くはないからね。大人になれたならその一つずつを知れると思っていたのかな。たとえばその全てが暴かれたなら、きっとクラスメイトの半分くらいは逃げ出すだろう。事件の陰謀感染犯罪を死んだ悪魔たも住むしかてそこにいる。普通が二人きり食べたお肉。